ちょっとてめえ。バイバイ。あ、今日休みなの？おお。なんなんだあいつは。よかったじゃん。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。何だと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。桐生、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か。お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と。黄河を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。おお、痛いな。おお。あ、え？てめえ、おお、早く出せよ。やめてください。お金、さっきので全額なんです。おっと、なんでもいいよ。錦山がここに。ああ、遥かは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ。
私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのに、なんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ、でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何。あ、はい、すぐ。でもな、どんな感じだ。ええ、うつむいたまま歩いてたん。そうか。いや、ちょっとそこまでは。でも分かった。駐車場のところ。持ってこい。おい、うるせえ。酒だ、酒持ってこい。おい。すいません。どこに行った。どこかの公園とか。携帯。おあっ。
き込みで遥の足取りを追う。仕込みで遥の足取りを追うんだ。搭乗会より先に抑えねえとヤバいぞ。Oh!
こ見て歩いてんだ。はるかどこだ。桐生さんに。伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました桐生さん。遥は無事なんだろうな。遥か、くそ、うん、カズキたちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か。いや、ハルカが。くそ、浅井が腕を撃たれた。
お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。瑞希、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。わかったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。だが傷は浅い。さ、俺は分かった。傷は大丈夫なのか。うん、もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。キリュウさん、お暇なんですか。まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。宝くじじゃ。いやいや、
話はこれからです。はるかは携帯電話。行こう。10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい、じゃ。本当に言った？うん、元気。分かった。うん。あ、いらっしゃいませ。勝負、グニの班。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただ、ここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、張った張った。じゃあ一斉のいい子だ。じゃあ、入ります。さあ、はったはった。ちょ、はんだろ。これは、ちょ、ちょはん、こま、そろいました。ちょう、ピンゾロのちょう。ふん、やるね。入ります。さあ、ハッタハッタ。ハンだろ。ハンか。これは、ハン。長藩駒、揃いました。勝負、武士のハン。よし、なるね。よっしゃ。入ります。さあ、ハッタハッタ。ハンだろ。これは、ハン。長藩駒、揃いました。勝負、サブロクのハン。やったじゃない。入ります。さあ、ハッタハッタ。そうじゃね。これは、長藩駒、揃いました。勝負、五六の藩。よし、やるね。入ります。さあ、はったはった。長、長じゃね。これは、長。長藩駒、揃
揃いました。長武地揃の長やるね。やっぱりダメか。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だねおじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ。いやお待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあパッタンタン。そうじゃね。これはハン。長藩駒揃いました。長武二六の長。残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。あっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれなんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いやでもそれは。お客人、
大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんな、この後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。